池田俊は、新潟県三島郡出雲崎町出身のプロ野球選手。左投げ左打。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。出雲崎小学校では、小学3年生からホナミスカイや図で野球を始める。出雲崎中学校では、軟式野球部に所属した。新潟秋ノ高校に進学し、2年春からエースを務めた。3年春の新潟県大会で、 優勝、続く3年夏の新潟県大会も制し、第92回全国高等学校野球選手権大会に出場。初戦の京都外大成高校、続く3回戦の西日本短大付高校を抑え、ベスト8に進出。準々決勝の宝徳学園高校戦では1年生の田村一郎と投げ合い、8回途中に失点と、高等したが、チームは敗れた。 甲子園、通算3試合、18回後脱三振、防御率0.50。大会後は、日米新前高校野球大会の選抜メンバーに選ばれた。先週大学進学後、1年春から、東都大学野球2部リーグに登板。2年の夏に、肘の手術をし、2年秋のリーグ終盤に復帰。 チームは2部リーグ優勝し、一部再開の東洋大学との入れ替え戦に進出。池田は2試合目に登板し、5回1、3を1指定に抑え、勝利し、12期ぶりに一部復帰となった。しかし、3年春は5試合で0勝3敗、防御率6.26と、結果が残せず、チームも一部再開となり、拓殖大学との入れ替え戦でも敗れ、再び二部降格となった。 三年秋、四年春は、エースとして活躍するも、チームが二部優勝した四年秋は一勝三敗と、結果が残せず、青山学院大学との入れ替え戦もに、三回の当番にとどまった。二学年後輩に、森山啓介がいる。ヤマハに入社後、一年目からリリーフとして活躍。第十六回都市対抗野球大会東海二次予選では、 ストッパーとして起用されたが、救援失敗が多く、第86回都市対抗野球大会では、出番はなかった。秋から先発となると、2年目の第87回都市対抗野球大会では、初戦の JFE 東日本戦では5回1、3を7安打6死球4失点、続く JR 九州戦は3回まで抑えるも、4回に突如崩れ、結果が残せなかった。 第42回社会人野球日本選手権大会では、初戦の東京合戦は山岡康介との投げ合いになり、山岡は2回途中で降板、池田も4回で降板となった。準々決勝の JR 西日本戦は9回途中に、失点の高頭で勝利し、決勝の日本通運戦は8回途中10、脱三振1失点の高頭で勝利し、初優勝に大きく貢献した。 池田は大会 MVP と優秀選手に選ばれた。2016年10月20日に行われたプロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから4位指名を受け契約金5000万円、年俸1000万円で入団に合意した。背番号は48に決まった。巨人時代2017年、ドラフト3位の谷岡隆平と共に開幕1区入り、4月1日、 開幕第2戦の中日ドラゴンズ戦でプロ初登板。その後も中継ぎとして登板する。同年6月1日、6月8日に先発し、6月1日の楽天戦で5回無失点、6月8日の西武戦では3回、7失点。最終的に33試合登板、0勝2敗4ホールド、防御率3.35を記録。 周期キャンプでは上半身のコンディション不良で離脱。オフに1000万円増の推定年俸2000万円で契約を公開した。2018年春季キャンプ中の2月に左肩肉離れで離脱。5月22日にシーズン初登録され、5月23日にシーズン初登板。6月12日のソフトバンク戦で右ふくらはぎに打球を受け、途中降板。 翌6月13日に登録を抹消された。シーズン後半は一軍に定着し、8月4日の中日戦でプロ初勝利を挙げた。登板数、投球回、防御率などの成績は前年を下回った。オフに300万円減の推定年俸1700万円で契約を公開した。2019年、シーズン初登板となった5月29日の阪神戦で、 延長12回裏一死1.2塁の場面で、投板し、直後の起労性なりに支球を与えて満塁にすると、高山俊に、代打満塁本塁打を打たれ一つもアウトを取れず、さよなら負け。この年の投板は2試合のみで、0勝0敗、防御率18.00に終わった。オフに、250万元の推定年俸1450万円で、契約を公開。 背番号を68へ変更した。2020年開幕直後の6月25日にゼラス・ウィーラーとの交換トレードで東北楽天ゴールデン・イーグルスへ移籍することが球団から発表された。背番号は72。同じチームに池田孝秀がいる関係上、報道上の表記及びスコアボード上の表記はフルネームの池田俊と表記される。 7月16日に遺跡後初昇格し、翌17日の対埼玉西武ライオンズ戦で4点ビハインドの8回から4番手として登板したが、2回5安打4失点という内容で、翌18日に登録を抹消された。その後は2軍で安定した数字を残したことから、8月6日に再昇格。3試合に登板したが、過密日程での救援陣の負担を考慮された結果、 同月15日に再度抹消された。8月26日に3度目の一軍昇格を果たすと、9月2日の北海道日本ハムファイターズ戦で3点ビハインドの8回途中に4番手として、当番指令会に3を無失点に抑える。その後味方打線が9回表に逆転に成功し、2年ぶりの勝ち星を遺跡後初勝利で挙げた。最終的に21試合当番 一生礼敗、防御率4.32を記録。オフに100万円減の推定年俸1350万円で契約を公開した。上背はないが、スライダーやチェンジアップで的を絞らせない投球が持ち味。2017年5月5日、高校時代から交際していた女性と結婚。中学3年から独学で続けるピアノが特技で、ヤマハ在籍時には同社製の 約10万円の電子ピアノを購入し、寮でベートーベンのピアノソナタや J-POP を弾いていた。ありがとうございます。